はい、皆さんこんにちは、渡辺です。本日は大学院生向けに、数学論文の探し方についてお話をしたいと思います。主に新入生を相手に話したいと思うんですけれども、数学の論文を探したいっていう場面が今後あると思います。例えばですね、現在読んでいるテキスト、数学書ですね、で引用されていた論文を知りたいとかですね、興味があるテーマに関連して論文を知りたいとか、あとは誰々さんがどんなような研究をしているのかを知りたいとかですね、あとは最近どういうことが流行っているのか知りたいということがですね、今後修士論文を書くとか博士論文を書くっていう上で必ず出てきます。でその時、まず覚えてもらいたいのはこのマサイネットというものですね。数学の論文の検索サイトとしては最も有名なサイトです。このサイトはアメリカ数学会によって運営されているんですけれども、基本的に数学科がある大学であればおそらくライセンスを持っているはずです。ですので、学内の、ネットワークもしくは、学外でもですね VPN 接続などで使用可能であると思います。でこのマサイネットですけれども、何をこれでできるのかということですね。でそうしますと、例えばですね、論文の情報が載っています。著者名、論文タイトル、出版年月とかですね、あと出版社、どこから出ているかとかっていうのが載っていると。で、いいこととしてですね、例えば私の名前を入れると、私が書いた論文がすべて出てきます。でまたですね、例えばタイトルに何かしら、例えばグループアクションとしましょう。グループアクションが群作用という意味ですけれども、群作用について知りたいというときは、グループアクションというキーワードを入れると、それに関連した論文が大量に出てきます。他の場合でも、例えば、シンプレクティックフォームとかって入れると、シンプレクティックフォームに関連するものが出てくるとかですね。そういうふうに何かしらキーワードを入れても、関連する論文が、出てくるというわけです。でさらにですね、何か一つ、今論文を読んでるとしましょう。論文を読んでるときに、じゃあ、それに関連する論文どういうものがあるのかとか、その研究の後にどういう研究がされたのかっていうのが知りたいということは今後もあると思うんですけれども、そうするとですね、例えばその論文の、一番最後にある、参考文献を見ると、その参考文献に載っている論文というのは基本的にその論文が書かれるよりも昔に書かれたものですよね。ですのでその今読んでいる論文の後に書かれた論文というのは載っていないわけです。その時にこのマサイネットを使うことができます。というのは、その論文のですね、がどういう、その後引用されているか、どういう論文に引用されているかというのを調べることができます。そうすると、その後どういうふうにその分野とか、その内容が発展していったかっていうのを、見ることができると。いうわけですね。で、さらには、その、一般にですね、論文パッと見ても、なかなか内容はわからないと思いますけれども、ある論文があったら、その論文のですね、レビューが書かれています。すべての論文ではないんですけれども、多くの論文に対してそのレビューが書かれています。レビューって何なのかっていうと、その論文ではどんな内容が扱われていて、どんなものなのか、論文なのかっていう説明がですね、第三者によってされています。で、それを読むことによって、論文すべてを読まなくても大体どういうことが書かれているかっていうのを知ることができると。ですので、もしですね、今後数学の研究をするのであれば、このマサイネットっていうのは必須なんじゃないかなと思います。ただですね、一つ問題なのは、先ほども言いましたけど、これ、大学に所属していれば、使うことができます。で、大学にいない場合とか、あとは所属していない場合は、似たサイトとして、オープンアクセスの GBMAS というものがあります。こちらはですね、先ほどのマサイネットがアメリカ数学会が運営していると言いましたけれども、こちらはヨーロッパ数学会などによって運営されているサイトです。これもともとはですね、オープンじゃなかったんですけど、数年前にオープンアクセスに変わりました。でこちらもですね、基本的には調べられるものは先ほどのマサイネットと一緒です。ですので、もしマサイネット使えないのであれば、こちらを試してみてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、あとですね、流行りの数学を知りたいっていう場合は、なかなかですね、数学の論文って、書いてからですね、実際に、雑誌に投稿して出版されるというまでに時間がかかります。ですので、まさにその時点でどういうことが流行っているかっていうのは、なかなか、出版後であると、ちょっと、タイムラグがあるわけですね。
なので、じゃあ流行りの数学を知りたいという場合どうするかっていうと、まず一つはですね、研究集会とかセミナーに参加していると、大体ですね、どのようなことが流行っているかっていうのが見えてくると思います。ただですね、なかなか研究集会毎日、セミナー毎日っていうわけにはいきませんので、毎日の動向を知りたいっていう場合には、アーカイブというものを見ることをお勧めします。出版前のですね、論文をアップするサイトで、アーカイブというのがありまして、マスアーカイブというふうに、まあ、ググってみてください。そうしますと、必ず、マスアーカイブというのが一番最初に出てくると思います。で、それは何かっていうと、そこはですね、様々な分野、例えば、私の専門だと代数幾何ですけども、アルジェブリック、ジオメトリーっていうのがあったりとか、ナンバーセオリーがあったり、ディファレンシャルジオメトリーがあったりとか、まあいろんなものがあって、トポロジーがあったりとかで、その様々な分野のですね、まあまさに出来たてほやほやの論文が毎日何本もアップロードされていく、まあそういうサイトです。なので、今、そのですね、どういうものが流行ってるかっていうのは、まあアーカイブを毎日のようにチェックしてると、まあ分かってくるかなという気がします。ただですね、まあ、注意事項として、その実際に出版されている論文っていうのは基本的には査読付き論文です。まあ、もちろん査読がないものもありますが、新しい結果を出したときは基本的には査読が付く、付きの論文の雑誌に投稿すると。で、それで出版されるというわけですね。で、査読って何かっていうと、その論文が正しいかどうかっていうのは、その書いてる本人だけじゃなくて、他の第三者が、まあ一人もしくは複数人で確認するという作業が必要なわけですね。で、それがされた後、さらにその論文がですね、その投稿した先の、雑誌に、のレベルにちゃんと合っているか、ふさわしいかっていうことを判断した上で、出版されると。査読の後に、まあ、出版が決定して、まあ、出版されるという、まあ、そういうプロセスがあるわけです。ただですね、このアーカイブというのは誰でも上げることができますので、そういう意味では査読前の論文ですから、間違いがあることもあるし、間違いがひどくて、そもそも論文を取り下げたりすることもしばしばあります。なので、必ずしも全部が正しいわけではないんですけれども、その、まあ、見てるとですね、毎日いろんな、論文が出てくるわけですけれども、いくつか、共通のキーワードがあったりとかですね、タイトルに入っているキーワードだけを見るだけでも、現在どういうことが流行ってるかっていうのがつかめるかもしれません。というわけで、今日のまとめですけれども、まあ、とにかくですね、マサイネットを使いこなせるようにしてくださいと。で、まあ、そうでなければというか、使うことができなければ、ZBMAS を使うというのも一つの手ですよと。で、流行りなんかを、その日々の動向を見たい場合は、マスアーカイブを見てくださいというわけですね。というわけで、今日はですね、論文の検索サイトなどについてお話をしました。